誕生日はどうなりますか？10月10日。10日。一旦生まれた時間が大体どのぐらいですか？お昼の1時54分。はい、今は正直恋愛じゃなくて、はい、自分の仕事が重要じゃないですか？ああ、そうです。もっと結婚したい、この欲が強いの時期が、大体の2年後。おお、でもすぐだ、すぐだね。男の感じが、海外の感じが外で ありますから、外人と相性が。そうですか。喉乾いちゃうよね、そりゃ。ほのかさんですけど、あと2年間がちょっと、大体今年までがちょっと思春期の。思春期おっと、今彼氏が欲しい時期ってこと？彼氏が欲しい時期。誰でも、どこにいても。やだ。やだ、恥ずかしい。今年から一旦、お金、この感じの数字の意味が、不動産の意味もあります。自分の不動産、名前サインができるの時期。不動産の、家買うのタイミング。家買うタイミング。ちょうど。ありがとうございます。買っちゃう？全然演技関係なくて。のぞみさんの占いの見たら、上1の数字、男の数字がありますから、男女が있어야된다。남자없이는못산다。必要なの。男なしでは生きられない。そんな恋大きい乙女だったの。のぞみさんが友達の人さんがいて、向こうからのぞみさん好きな人が今いる可能性が高いけど。へえ。います。あら、当たってます。